アナウンサーが実際に使っているテクニックをこっそり教えるアナテク。今回のテーマはこちら、話し下手な人がやっている3つのことということで、私小山が担当させていただきます。そもそも話し下手な人っていうのはこんな傾向があって、それをほんの少しだけ変えればより聞いてる相手の脳裏あるいは心に届くトークができるはずなんですね。早速ですが、話し下手な人の特徴はこんなところにあります。ドン、足し算、点だらけ、長い。でもこれだけだと何のこっちゃっていう話ですよね。ですから例を挙げて検証していきたいと思います。こちら、お父さんお母さんから今日の学校のことについて聞かれた小学生の健一くん、今日学校どうだった？健一くんは、あのね、今日はね、朝太郎くんに会って話をしてね、教室で二郎くんとは野球の話をして、体育で運動会のリレーの練習をして、給食は大好きなカレーが出たし、今日は本当に楽しかった、学校大好きっていう会話ですね。これ自体は全く問題ないんですけれども、これだとこちら、出来事を単に時系列に羅列しているだけの足し算トーク、そして何々があってね、何があって何とかでね、何とかだよっていうふうに、点、何とか点、句点ですね、何とか点、丸、点だらけ、そして結局長い、最初は何だったかが聞いてる人は覚えられません。ということで結局聞いてる人は直前の情報が頭に残っちゃうんですよね。いろんな情報が上書き保存されていっちゃうんで、最初の方忘れちゃうんです。で結局今の例の話だと、給食のカレーが美味しかったということだけが頭に残ってしまうということなんです。ではどうすれば話上手になれるのか、ポイントを挙げさせてもらいました。こちら、足し算ではなく割り算っていうか逆算で、2つ目、点だらけではなく丸も使っていきましょう。さらには分割して会話するもよしということです。それでは皆さんに話し上手になってもらいたいので、私が一つずつ魔法をかけたいと思います。ポチョンと、単純に赤くなるだけなんですけれどもね、加工よろしくお願いいたします。足し算ではなく割り算でというのはどういうことかと言いますと、先に結論、言いたいことから言いましょう。そしてその後に細かいことを並べていきましょうねと。これは我々普段皆さんにお届けしているニュースの伝え方と全く同じ逆三角形というふうなね、理論なんですけれどもね。じゃあ例文に当てはめましょう。今日学校どうだった？お母さんに聞かれた健一くん、いや楽しかった、だって楽しかったことが4つもあったんだもん。1つ目は朝太郎くんと会っていろんな話をしたし、2つ目、教室で二郎くんと野球の話もして盛り上がってね、そして体育の授業で運動会のリレーの練習もあったんだ、さらには給食では大好きなカレーが出たんだよ、明日も楽しいことあるかな、本当に学校大好きっていうふうに、まず楽しかったことをまず相手にね伝えることが大事ですよね。で2つ目、魔法をかけますよ。点だらけではなく丸も使っていきましょう。これはどういうことかと言いますと、ドン、聞かれた健一くん、いや楽しかった、だって楽しかったことが4つもあったんだもん。まずはね、朝太郎くんと会っていろんな話をして、教室で二郎くんとは野球の話で盛り上がったんだよ、丸。で体育の授業では運動会のリレーの練習、給食は大好きなカレーが出たんだ、いや楽しかったな、学校大好きと、点ではなくちょっと丸で区切りました。センテンスを短くするという作業ですよね。さあ続いて3つ目、ポチョン、魔法をかけるぞ、3つ目、分割して会話するもよし。さあこれはどういうことかと言いますと、Q&A ですとお互いが一方通行トークになっちゃうんですよ。特に答える側はまあまあ長くなってしまうんですよね。で長くなると一体何のこっちゃ、何だったんだって話になりますので、こういうふうにしてみてはいかがでしょうか。ドン、お母さんに今日の学校のことを聞かれた健一くん、いや楽しかった、だって楽しかったことが4つもあったんだもん。お母さん何があったと思う？何があったの教えて。あのね、
朝太郎くんと会っていろんな話をして、教室では次郎くんと野球の話で盛り上がったよ。あ、お母さん昨日さテレビで一緒に野球見たよね。あ、そうそう、阪神戦、大山選手のホームランすごかったね。そうなの、大山選手のホームランすごかったな。でね、その後体育では運動会のリレーの練習があって僕頑張ったんだ。あ、そう、なんでだと思う？僕ね、アンカーやりたいんだ。だからね、頑張るから本番楽しみにしててね。それと給食では大好きなカレーが出たんだ。野菜のカレーだったんだけれどもね。野菜カレー、あなたちゃんと人参食べられたの？もちろん食べたよ。ねえ、でもやっぱり僕はお母さんの作るカレーが一番好きだな、なんておべんちゃらも言えちゃったりするわけですよ。で、明日も楽しいことがあるといいな、になるわけです。こんな風にガラッと変わりますよね。こういったあの手法を取り入れて、ご夫婦や恋人同士の会話、あるいは仕事上のプレゼンなどに役立ててください。読売テレビアナウンサーチャンネルの登録、どうぞよろしくお願いいたします。